イエス事件は実際かなり急速にすっかり違った意味合いを帯びるようになりユダヤ教の思考と解釈の枠からはみ出していったこのことはイエスに付されたいくつかの名称が示しておりそれらはイエスをユダヤ教につなぎ止めるどころかはるか遠くへと連れ出していったのである名称の使われ方はしばしばユダヤ人にとって衝撃的なものだったが一つの明確な目的を持ってなされていた なのイエスの救済行為がイスラエルの家の迷える羊だけではなく全人類そして全被造物を対象としていることを示すためである。預言者である洗礼者ヨハネは私よりも優れた方が来られる。私はあなたたちに水で洗礼を授けるがその方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。ルカ3章16と予告していた。 イエスはどのように偉大な人であろうと彼より前に来たもの全てを超えているしかも洗礼者ヨハネは決して取るに足らない人ではなくフラウィウス・ヨセフスによれば生存中人々は彼をユダヤの信仰生活において最も優れた人物であると評価していた福音書はイエスがなんとモーセをさえもしのぐことを示そうとしている なぜならモーセの杖で航海の水を分かったのは神だった砂漠でマナーを与えたのも直接モーセだったのではなく神だったところがナザレのイエスは自分の力で水の上を歩きパンを増やしたのであるユダヤ教の最も偉大な二人の預言者モーセとエリアは変容の瞬間イエスが神から与えられた栄光を表すためにやってきた そしてパウロはモーセの顔が栄光に輝いたとしてもこの栄光はつかの間のものでしかないと明言している。ニコリ3章7全く疑いなくイエスは預言者以上なのである。先霊者ヨハネより力がありモーセより偉大なイエスはそもそも天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。ヘブ1章4と記されている。 一体この神秘的な名はどんな名なのだろうか。これは私の愛する子これに聞け眞子9章7と神は知らせていたそれならばイエスが自分と神との特別な関係を強調して神を父アッバと呼んでも少しも驚くことではないそれに古代世界において神の子という称号は一見して思われがちなほど珍しいものではないのだ。 教徒の間ではよく知られておりエジプト王やローマ皇帝ラテン語で「リウィ神のフィリウス息子」と呼ばれたに対して用いられたこのような肩書きが意図するところは明白だ君主の権威が神から発していることを示そうとしているユダヤ教文学においても神の子という称号は耳に馴染みがあった これはある種の天空にある存在すなわち天使創世記六章2を指すこともあったしイスラエルおよびユダの王特にダビデとその系統何人かの偉大な人間特に旧約聖書に登場する族長たちそして全体としてのイスラエルの民のことをも示した「出エジプト記」の4章22節には「イスラエルは私の子私の長子である」と書かれている。 しかしキリスト教徒にとってこの極は異教の世界やユダヤ教聖書の場合とは根底から異なる意味内容を持つようになる。でこの表現はイエスが神との間に独自の絆を持つことを意味するのだ。新約聖書において神の子という名称は頻繁に使われておりイエスにつけられた最も古い名の一つであることは確からしい。彼が水の重を歩くのを見た後同行の者たちは本当にあなたは神の子ですと認める。 そして何よりこれは福音書記者が全員一致している唯一の呼び方である全員がこれを使用しているのだこの称号によりナザレのイエスと神とを結びつける独特の絆を際立たせることができるが全能の神と対等の立場に彼を位置づけるわけではないでパウロはミコ自身も全てをご自分に服従させてくださった方に服従されます 1> 1コレ15章28と明確に述べているでそのことはイエス自らが全ては父から私に与えられたと認めているしかしこのように神への服従を認めているにもかかわらず自らを神の子といって父になる神と別格な絆を持つと主張することはユダヤ教の権力者たちから見れば冒涜そのものなのである尋問する大祭司に対してイエスが「 自分は確かに神の子であると肯定した時この聖職者は神を冒涜した諸君は今冒涜の言葉を聞いたマタイ26章65と行きまくあしかしながら一方の人々にとって信仰上の冒涜となることも他方の人々にとっては信仰の表明となる百人隊長や一緒に十字架上のイエスの見張りをしていた人々はこう叫んだ 本当にこのの人は神の子だった。マタイ27章54イエスは父なる神の権威に服しているのだが新約聖書の中には普通はもっぱら神だけに限って用いられる故称がいくつか彼に対して使われているそれらはイエスが信者の目にどう映っていたかを雄弁に物語る聖なる者という呼び名の場合がそうである旧約聖書においては他ならぬ神を就職する言葉だ 私は聖なる者であるからあなたたちも聖なる者となりなさい。レビ11章45とヤハウェは言ったところでパウロはコリントの使徒への手紙1をキリストイエスによって聖なる者とされた人々召されて聖なる者とされた人々で当てて書いている同一章にまた同じようにイエスは自分自身を花婿マタイ9章1415と呼ぶのだがこれは 神とイスラエルとの契約を表すために、ヤホワイの神に付された名称の一つだ。いざ五十四章五六これらの呼び名がイエスに用いられた時、それが伝統を重んじるユダヤ教の聖職者たちをいかに驚愕させたかは想像に難くない。与えたショックのあまりの大きさにイエスの弟子たちは自分たちにとってマイナスに働くような宣教を避けるためなのか、すぐに過激な名称の使用をやめた。 ただ一つ残したのは大いに善と有望な「主」という表現であったペトロはおごすかに宣言した「あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのです」「死」2章36「使徒たちは死に再会した後感激して叫んだ」 主は復活してシモンに現れたルカ24章34イエスは主に相当するということだろうかこの表現も挑発的だなぜならこれもやはり旧約聖書においては神に帰属する故障だからだギリシャ語のキュリオス主は紀元前3世紀に聖書をヘブライ語からギリシャ語に翻訳した70人約聖書において口に出して言ってはならないヤハウェの名の代わりに用いられた語なのである この後の使用も紀元の初めの頃のユダヤ教文学においては全能の神に関する場合に限定されていた例えば外天創世紀には次のような箇所がある「神を意図高きお方我が主よ、あなたは世々に至るまで詫むべき方です」「何となればあなたは主であり天地万物の統治者であるからです」20章でそもそも新約聖書自体においてこの名称は神を示すために「 普通に用いられている。しかし異教の地ではユダヤ文化において最上級のこの故障も制裁を欠いていた。主キリオスは奴隷の主人所有者あるいは雇用者といったところでしかないつまり社会階層の最上階に位置する地位を示す言葉ではあるがまるで世俗的なものを指していたのだ。イエスは平凡な一家の主人に被されたということだろうか。 いやまさかそういうわけではないなぜならパウロがエフェソの使徒への手紙2章19から22で書いているようにイエスの権威が発揮されるのは神の家においてであったそして異教のオリエントにおいてはキュリオスという言葉は神々にも用いられた主人キュリオスオシリスと女主人キュリアイシスとして称えられているのである最小限言えるのはこの故障の意味が曖昧だということだ それが最初のの弟子たたちにとって都合のいい状況をもたらす。彼らはこの単語をいわば二股をかけて用いることができたのである紀元の初めの国際色豊かな状況の中でイエスに無関心な人々にとってはこの呼称は比較的危険のないものに響き一方でナザレのイエスに共鳴する人々はこれを非常に名誉ある呼称として受け取ることができた「現代の意味を読み取ろうという人には雄弁に語る言葉なのである」 マルコだけは例外的であまりこの語を引用していないが初期のキリスト教徒によって最も好んで使われた言葉の一つでありパウロの文書に至ってはなんと回も登場する。彼にとってこの交渉は信仰告白のように響くのだフィリピの信徒への手紙2章の11節で「すべての下がイエス・キリストは主である」と公に述べよと熱心に説いている。 マラナタ、すなわち死を来てくださいとはイエスが最後の審判のために再臨する日は近いと考える若い共同体の感動的な心の叫びである。しかしイエスの弟子たちがイダヤ人に最大級の衝撃を与える可能性のある思想を表明することになったきっかけは一体何になるだろうなぜ自分たちのそして死イエス自身の出身共同体から断絶する危険を犯したのだろう それは死が昇天した後長い時が流れたということだ。では一旦キリスト論を離れて地上ではその頃何が起こっていたかを見てみよう。死と権行録、首都行伝はもちろん初期キリスト教徒の内部の視点を反映しているのだがこの点に関して大変貴重な情報源である。これらの文書は何を教えてくれるのだろうかイエスが昇天する前に弟子たちに向かって。 エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の承認となる一生八世を求めたことそして精霊に満たされた人たちが熱意を持ってこの仕事を進めたことである実際に使徒ゴ行録にはイエスの復活から50日後昇天からは10日後の50歳ペンテコステの日炎のような舌が別れ別れに現れ 一一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと記されている知らない言語を話す能力であるこの現象はグロストラリアと呼ばれるがこれはあらかじめイエスによって告げられていた信じる者には次のような印が伴う彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る手で 蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人には手を置けば治るマコ16章17 18。これらの賜物に支えられた人たちはもう恐れを抱くことはなくイエスの復活の福音を宣教した。神はこのイエスを復活させられました。死2章24と声を張り上げ人々に改修を進めた。カイサリアのエウセビオスが紀元37年までには地上の至るところに クイーン伝道者や使徒の声が鳴り響いていたときしているのは少々熱狂しすぎの感があるがたゆまぬ熱心な宣教活動が相当の効果を上げていたのは明らかだゆっくりとしかし確実に世界はその時から新しい様相を取り始めるまずはユダヤ人に向かって始めようというイエスの意思に従って弟子たちはイスラエルの地中でもエルサレムから活動を開始した ペテロが最前線にいた驚くには当たらないイエスと同じガリラヤの出身だったこの漁師はイエスが選んだ12人の弟子の中で常に一番弟子とみなされてきた死が逮捕される時剣を抜いて守ろうとしたくらい彼はイエスに献身的だったヨハ18章確かにこの人物には弱いところがあったイエスが予告した通り彼のことを3回知らないとはっきり言った後弟子たちにとって 危なないい状況とっってきてきたた。エレサレムを去ったしかし何度か復活後のイエスの姿に接して信仰が確固としたものになり死とペテロは立ち直るペンテコステで集まっていたユダヤ人たちに対してナザレのイエスの人物像を紹介するために最初に語り始めたのは彼だったペテロが行った数々の奇跡のおかげで大勢の仲間が加わった c 2章4章 ゼベダイの子ヨハネとヤコブも遅れを取りはしなかった彼らのまたイエスが自分の周りに集めた最初の小集団の一員だったペトロと同様にこの兄弟もナザレのイエスの変容を目撃していたこの三人組に他の弟子たちが協力しさらに競って我も我もと加わる者が出てきた聖なる町エルサレムに最初の共同体が組織された イエスを信ずる者の中にほどなく二つの大きなグループができた。一つはエルサレムに住んでアラーム語あるいはヘブライ語を話すヘブライスト、ユダヤ人グループである。ペテロがローマに旅立ってからはイエスの兄弟であるヤコブがその指導者となった。もう一つはヘレニスト、ギリシャ語使用者と呼ばれた。ギリシャ語を話すリアスポラ出身のユダヤ人であり、指導者はステパノ、 ヘレニストたちはキリスト教の最初の巡回宣教師となりサマリアシュ章4から8、パレスティナ沿岸地方の町々特にユダヤの総督府が置かれていた海辺のカイサリアそしてローマ帝国で3番目に大きな都市シリアのアンティオキアでも布教活動を行ったこの都市においてイエスの弟子たちは80年頃に初めてクリスティアノイ つまりキリスト教徒という名称で呼ばれる同じ頃ヘブライストたちも大いに活動を展開していたペテロはパレスティナ全土特にガリラヤで精力的に布教を行った何度か投獄された後最終的には西方へと向かいローマで殉教する言い伝えによると頭を下にして十字架にかかったというおそらくはネロがキリスト教徒に対して ローマ大化の犯人であるとの濡れ衣を着せて行った恐ろしい迫害64年の中での処刑であったと思われるしかし最初期の宣教の真の中心人物はパウロであり彼は生前のイエスに接したことがないにもかかわらず死を厳死するという驚愕すべき体験をしたことにより疲れを知らない福音伝道者へと転身したのだった3回の宣教の旅を行うが初めのうちは 長年代人たちの信頼の厚かった忠実なバルナバの協力を得た年代に関しては部分的にしか判明していない最初の旅は44年から48年頃でアンティオキアからキプロスへそして自分の出身地であり人脈を頼えることのできる小アジアへと向かった至る所でその地方の最も重要な都市ピシディア州のアンティオキアリュストライコニオン ベルゲデルベエフェソスに共同体を形成することに成功するエフェソスでルカと出会い伝承ではこの人物が福音書記者ルカであるとされている2回目の旅51年から53年頃では小アジアに設立した共同体セサロニケフィリピを訪ねフリギワアとガラティア現在のトルコの一地方当時はケルト人が住んでいたも横断した 船でマケドニアに向かかいいくつかの教会、テサロニケフィリピを創立した後ギリシャへ赴くアテネでの普及は物まらいの種にされた広場を通る人たちはこのおしゃべりは一体何を言いたいのだ詩17章18章と首をひねり死者の復活について話すのを聞くと聴衆は嘲笑った詩17章32反対にコリントでは大成功を収めたそこに1年半とどまり再びエフェソスへ戻る。 最後の3回目の戦況の旅、53年から57年では再び小アジアへそしてマケドニアギリシャを巡った後方で得た成功に満足しなかったパウロはローマへそしてさらにはスペインへまで行く計画を立てるしかし状況はそれを許さなかった船が永遠の都に着いた時彼は囚われの身であった彼の考えに腹の底から敵意を持つユダヤ人有力者たちの仕組んだ陰謀にはまったのだ 一体何が起こったのだろうか矛盾めいた言い方になるがパウロはそして彼と行動を共にした何人かの福音伝道者たちは宣教が成功したことにより犠牲者となったなぜなら彼はすぐに気がつくのだが違法人特に一神教に引きつけられた神を恐れる者たちはユダヤ人より彼のメッセージを受け入れやすい素地を持っていたのである確かにパウロは違法人に対する初めての宣教者ではなかった ヘレニスとギリシャ語を話すユダヤ人たちも旅行の度に違法人と連絡を取っていたまた「割礼者の首都」というあだ名まで付けられたペテロも自分自身が大いに驚きを感じつつローマの百人隊長ホルヌリウスを回収させ続いて何人もの非ユダヤ人を洗礼した死10章のではなかったかしかしパウロの行動によって問題は今までになかった大きな広がりを見せるようになる。 ユダヤ人仲間からの敵対行為にうんざりしたパウロはついにユダヤ人がキリストの言葉を受け入れないのなら「皆さい私たちは違法人の方に行く」詩13「C13 章4647」と考えるに至ったのだでこのような決定は重大な影響をもたらすイエスを信ずる生まれたばかりの共同体の中にもろ手を挙げて異教徒うと迎え入れることによる最大のリスクはイスラエルの運命との連帯が断たれることだった。 ユダヤ教出身のキリスト教徒のかなりの人々にとってそんなことは受け入れがたいとしか言いようがなかった彼らから見てし、イエスへの裏切りにも似た姿勢に対し彼らは抗議するしかし次第に全ての人にイエスの教えを広めたいという欲求が文化的なためらいに打ち勝っていったただしそのためにどれだけの争いが起きたことか実際に大変な難題が持ち上がったユダヤ教信者とはまるっきり生活様式の異なる 異教からの回収者にモーセの立法を守らせなければならないかという問題である。滑稽を強制すべきか、安息日やカシェル食品など、戒律を遵守させるべきか、パウロは異教との共鳴者をユダヤの戒律から自由にさせる必要があると考えていた。イエスただ一人が救済の約束であり、すでに使い古された規範を実践することが救済につながるわけではないからだ。ユダヤ人も ギリシャ人もなく奴隷も自由な身分のものもなく男も女もありませんあなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。ガラ3章28しかしユダヤ人キリスト教徒のかなりの人々は聞く耳を持たなかったその人たちはもう背の慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。詩15章1章そしてこれら2つの歯がかの有名な48年に起きた アアンティオキア事件の際に対立したこのエピソードは完全に同様にではないがシテゴン行録15章とガラティアの使徒への手紙2章1114に記録されている。パウロは次のように語っている彼と時を同じくしてアンティオキアに滞在していたペトロが異教徒と同席の食事を禁止するユダヤ教の正常規定に違反して 違法人キリスト教徒と同じテーブルについた。ところが急にペテロが席から離れる部屋にどっと入ってきたエルサレムから来たユダヤ人キリスト教徒の怒りを買うことを恐れたのであるでそのような偽善的態度がパウロを怒らせる彼はあなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで違法人のように生活しているのにどうして違法人にユダヤ人のように生活することを強要するのか から章14と仲間にきつつ。く言い放つ論争は激化する48年ないし49年に開かれたエルサレム首都会議ではその問題について長時間論議が交わされる誕生しつつあった教会の主だったメンバーを集めて会議を開いたのはこれが初めてだったこの会議をキリスト教史上の第一回教会会議と呼ぶこともあるほどだ何が何でも決定を下さねばならなかった キリスト教との統一性がかかっていた。ペテロ自身も思い直したようである。共同体の長領や人たちの前で彼はモーセの立法遵守を主張する側の人たちにこう質問する。なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかったくびきをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか ?C15 章10。パウロとマルナバがさらに話をし、 最後にイエスの兄弟であるヤコブが神に立ち返る違法人を悩ませてはなりませんと裁定を下すそしてただ偶像に備えて汚れた肉と乱だらな行いと絞め殺した動物の肉と血とを避けるように死15章1920と提案するこうして割稽は目立たない問題となったしたがってキリスト教の初めての危機は妥協することで解決された。 そしてこの妥協の中から重大な現実が見え始めた。もはや後戻りは不可能だった。イエスの弟子たちの運動はほとんど自分たちが望まずして、徐々にユダヤ教の根っこから離れていくのである。ユダヤ教の諸予言の成就として把握されたイエスに関する言説は次第に姿を消していった。特にパウロの場合がそうで、彼のユダヤ人に対する批判は日増しに過激になり、この民の心は鈍り。 詩28章27と嘆いた何故にこの無活霊者への使徒が自分の身に面倒が及ぶのを覚悟で恐れることなくイエスに主や神の子の称号を使ったかこれでよくわかるのではないだろうかパウロの主張に苛立だったユダヤ人有力者の最も過激な人たちが彼を逮捕させる手はずを整えたローマでの殉教をもってパウロの旅は終わる伝承によれば彼は 60年代の終わり頃オスティア街道沿いで斬首されたというそこには後に城壁街の聖パウロ聖堂が建てられるペトレとパウロが死去してすぐ壊滅的な出来事がユダヤ人キリスト教徒と違法人キリスト教徒の関係にとどめの一撃を与える紀元70年に起こったローマ軍によるエルサレム陥落とその神殿の崩壊である。 60年代の後半ユダヤとローマの対立は一段とその激しさを増したローマ人はユダヤ人に容赦なかった侮辱重税宗教上の嫌がらせ66年に総督ゲシウス・フロールスが神殿の宝物に対して17タレントを課税徴収することこれは単なる挑発行為なのだがを決定した時我慢もこれまでとユダヤの民衆は放棄した恐ろしい殺戮が行われ それに対抗しして、ここぞとばかり熱心党が略奪を押収した。まさに都市のゲリラ戦がエルサレムで荒れ狂ったユダヤ人対ローマ人の戦いに加えて不幸にもユダヤ教の異なるグループの間で身内同士の争いも始まったというのも穏健派ユダヤ人は最先端の軍事技術に熟達した強大な占領者ローマ軍を前に 自分たた。ちちはととても立ち打ちできないことを悟ったそこで彼らは同胞たちに平静を取り戻して紛争を平和的に解決する道を探そうではないかと呼びかけたしかし無駄であったエルサレムは戦火と流血の場と化したそれでも放棄軍は初めのうちは勝利したのであるローマ軍をカイサリアまで追い払うことに成功する退治した相手の戦力との大差を考慮すると 驚くべき勝利だ。しかしそれもほんの束の間の勝利だったローマでは反撃軍が組織されていた皇帝ネロは東方部隊の指揮を有能なウェスパシアヌスに託してその息子チツスが補佐についた部隊はガリラヤを平定するとエレサレムへがけて突き進んだネロが68年に自殺したことにより休止状態が生じたが長くは続かなかった70年1月皇帝の位に就いたウェスパサーヌスは 息子に反逆の都市エルサレムの攻略を命令する町は破壊され神殿に火がつけられたフラウィウス・ヨセフスの記録を信ずるならばティトゥスは神殿の火災を大いに嘆いたという戦いの疲れを癒すためテントの中で休んでいたティトゥスはそのままの姿で飛び出ると火付けをやめさせるために神殿に向かって走ったしかし徒労に終わった逆上した兵隊たちの決起に流行る行動を 静止することができず、火が燃え移った時カエサルティトゥスは指揮官たちに囲まれて神殿の中に入り死聖書とその内部を凝視したそれは外国まで聞こえていた名声をはるかに超えるものでありイダヤの人々の間で行われていた輝かしい評判を下回ることはなかったこのようにカエサルの意に反して神殿は消失したのであったもはやモウの信仰を阻むには 手遅れだった。神殿は焼け落ちた。神殿と町の残骸は全て取り除かれた。住民は奴隷にされ売り払われた。エルサレム神殿の崩壊はユダヤ人にとって民族の悲劇であった。なぜならこの場所は単に1,000年を超える歴史を持つだけではなくはるかに大きな意味を持っていた。そこはまさにヤハベの神とイスラエルの民との間の契約の行為。特に 地の生贄を行うべき場所だった。すべての宗教的生活が神殿の懐で営まれていた。それが崩壊したことにより、神殿から宗教上のみならず、政治上の権力を振るっていた、祭祀階級もまた崩壊し、ユダヤ人はもはや指導者も基準点も失った。彼らは自分たちの宗教について根幹から考え直し、宗教活動が いきなり途絶することをなんとか回避する術を見つけ出す必要に駆られたでこの激動を生き延びることのできたグループは2つだけだったファリサイ派とユダヤ人キリスト教徒であるただし後者はローマに対する武装蜂起からは距離を取っていた66年以降彼らはエルサレムからペラ現在のヨルダンに位置するに逃れていたこの町はデカポリスのうちの1つであり ヨルダン川の東に位置していたエルサレム教会はかくして故郷から離れファリサイ派から切り離されたファリサイ派の方はエルサレムの西方40キロほどのところにあるヤムニア現在イスラエルのヤブネに結集した二つの派の間の溝は深まるばかりだったファリサイ派は民族統一体のようなものの再構築を目指していたため分離派に対してますます敵意を募らせていた イエスの名はユダヤ人キリスト教徒とパリサイ派の人々の間の疼きの石となった。前者はイエスをメシアと認め後者はそれを拒否したため和解はもはや不可能だった。